ポール・アンソニー・ウォルシュは、イングランド・ロンドン・グリニジーク・プラムステッド出身の元サッカー選手。ポジションは FW。1979年9月、16歳で、チャールトン・アスレティック FC のトップチームデビューを果たす。1980から81シーズンに、チームの2部昇格に貢献すると、翌1981から82シーズンは2部で13得点を記録した。 1982年7月に40万ポンドの遺跡金でルートンタウン FC に移籍。自身初の一部リーグでのプレイとなったが、1982から83、シーズンはリーグ14得点、1983から84、シーズンはリーグ11得点を記録。1984年のピエフェ年間、最優秀若手選手賞に選ばれた。 1984年5月にリバプール FC へ移籍金70万ポンドで移籍した。1984から85シーズンにリーグ2位 UEFA チャンピオンズカップ準優勝に貢献すると、1985から86シーズンにはリーグ11得点、公式戦18得点を記録し、チームのリーグ優勝に貢献、PF 年間ベスト11にも選ばれた。 リバプール時代は、怪我に悩まされ続けたが、3年半の在籍期間で公式戦112試合に出場し、37ゴールを記録した。1988年2月にトッテナムホットスパー、FC へと移籍。移籍金は50万ポンド。トッテナムでは、ゲイリー・リネガーやクリス・ワドルの影に隠れ、フォワードとしての数字を残すことはできなかったが、 およそ4年半の期間で通算156試合に出場21ゴールを記録した。1991年には FA カップ制覇に貢献した。1992年6月に40万ポンドでポーツマス FC へと移籍。ポーツマスでは人気プレイヤーとして活躍すると1994年3月に75万ポンドの移籍金で マンチェスターシティ FC へと移籍した。1994から95シーズンにリーグ12得点を記録した。1995年9月に60万ポンドでポーツマスに復帰したが、1996年2月に十字人体の損傷で現役引退を余儀なくされた。ありがとうございます。